今日はあまり行く気なかったけど1時間くらいやってみようかな気分で家を出た。おなじみの隅っこへ到着。足場を見るとイカ墨が増えてる。週末誰か来てたっぽいね。2時10分から2時40分まで投げて当たりなし。そしてリールトラブルでテンヤがすっ飛んで終わり。いつもリールの糸が出ていくときにスプールから糸巻き込んで一緒に出ていくんだけど、これって対策何かできる？リールの糸巻くアシストのやつは持ってるんで結構きつく巻いてるんだけど、今のリールにしてからよくこの症状が出るんだよね。そんなこんなで実質30分くらい投げて当たりなかった。さすがに作り直す気合はないので終了。君たちにとっては嬉しいお知らせだよ。11月9日から停泊してた宇宙戦艦サジタリウスじゃなかった、ヤマト丸セカンドインパクトなんとか号が出航したようだ。当初の話通り12月20日に出て行ったっぽい。さあ空いてるよ、みんなどこでも投げるといいよ。